こんにちは。今回釣り目的で外房に遠征し、ただの観光動画を作った梅です。海地下絶景料理自慢のホテルと由緒正しいお寺をご覧ください。投げやりではありません。東京駅から特急若潮号1時間42分で阿波小港に到着します。残念ながら大雨です。送迎バス利用で吉務に到着。広々としたロビーでお茶をいただいてチェックインできます。とても海が近いです。雨でも素晴らしい海の眺めです。楽天トラベルで予算重視で予約した港側のお部屋、どうでしょうか。お部屋は和室でリノベーションによりとても綺麗でした。ちょっとお得な港側のお部屋の眺望はどうでしょうか。期待していなかったのですが、海がしっかり見えて感動です。冷蔵庫にはビワゼリーが冷やしてあります。冷凍庫もあり、アメニティも問題なく揃っています。ちょっと古めの内風呂もあります。トイレも新しくて綺麗。タオル類は部屋にありました。浴場タオルの方に歯ブラシも入っています。浴衣はロビー階にもありました。昔ながらの金庫、テレビは小型です。ポットにはお湯が沸いた状態でした。夕食後には冷水のポットも来ています。港の手前に小湊漁港直売の小湊オーポートが見えます。お店の看板はタイですか。料理自慢を歌うだけあり素晴らしかったです。お刺身も見た目通り本当に美味しかった。高くあるべきものはすべて温かく提供されます。ビーフシチューも熱々です。特筆すべきは赤ちゃん用の椅子や幼児用のかわいい洗面器、椅子もあり、お子様歓迎の意図が感じられ、あったかい気持ちになりました。4時起床で海に釣りに出かけます。すぐ目の前に誕生寺が見えます。感染防止対策に手袋のほかマイトングが採用されています。自宅のお刺身とても嬉しかったです。夕食もそうですが、煮物はすべて地元らしい濃い味付けです。ホクホクの鴨川産温野菜、熱々の焼き物はさんが焼き、サバ、アジ、ロールパンのフルーツサンドもあります。オムレツも焼いてくれます。手際よく綺麗。郷土料理サザエカレー。ひじきそばはツルツルの食感でした。大根おろしと釜揚げしらすも外せません。海を眺めながらの朝ごはん、フルーツサンドや手作りスムージーもいただき大満足でした。今回は2泊しましたが、2泊目の夕食は大きく変更されているのでご紹介します。今日のお刺身も見た目通り美味しかったです。アワビとタイの塩釜焼きはちょうどいい塩加減で美味しい。天ぷらは竹
コミで酷評もありましたが、ババにはものすごく美味しかったです。やっぱり煮物は味が濃くてご飯が進んでしまいます。お寿司まで出てものすごいボリュームでした。ここでも赤ちゃんお子様関係が伝わります。誕生寺を観光しました。1276年日蓮聖人の誕生を記念して建てられた立派なお寺です。五郎作と伝えられる般若の面があるということで目を凝らしたんですが、分からなかったのが残念でした。日蓮聖人の化身、死者と言われる鯛の浦の鯛のお墓です。1946年に建立された祖師堂は立派です。令和3年、日蓮聖人生誕800年だそうです。登って大田堂に向かいます。風が少しあるけど爽快です。していてホームページを見ていると、祖師堂の奥に本堂があり、客殿蓮華学地へと続くって、あれれ、帰ってしまいました。しょうがない、残念ですが、小湊に誕生寺あり、ちょっと忘れてました。来てよかったです。送迎用のマイクロバスは申し出た時にすぐ送っていただけてとても助かりました。阿波小湊駅、待合室があり、駅前にセブンイレブンがあって便利です。帰りも特急明石予防で帰ります。釣り以外は良い旅でした。ありがとうございました。